川舞子です。本日は頬骨の高さを骨格からグッと揃える方法をお伝えいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日の方法なんですが、胸骨という骨ですね、胸骨という骨に直接アプローチする方法になります。ですので、お顔をですね、鏡とか、普段、こう見て、ご自身の顔ですねを見ていただいて、なんか高さ違うなと、頬骨を触ってもう高さが違うな、骨から違うぞという方にはとてもお役に立つ動画になるかと思いますので、ぜひこちら一緒にしてみてください。はい、でこちらの動画がお役に立ちましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけますと嬉しいです。で早速スタートします。はい、では早速スタートします。はい、ではまず使うのは両手ですね。両手を使います。両手を使いまして、こちらの胸骨に直接アプローチするんですが、その前にですね、お鏡でぜひご自身の顔をぜひ見ていただいて、どのような感じにこう出ているのかっていうのをぜひ把握していただきたいんですけど、ここ胸骨っていう骨があるんですが、それはどこかと言いますと、はい、では今日も、ピンキーちゃんやってまいりました。胸骨なんですが、ここの骨ですね、頬骨のここですになります。でこちらの高さが、骨からですね、こう左右違う方も実は結構いらっしゃいます。で傾向といたしましては、右利きの方が骨格レベルで右の方が下がっている方が実は多いですね。右利きの方だいたい 8.5 割ぐらい8.5 割ぐらいは右の方がこういう感じで落ちちゃってる方が多いので、そちらぜひご自身の顔をまず鏡でまずステップ1としてはチェックしてみてください。続きましてステップ2ですね。チェックが終わりましたら、ステップ2はもう直接ダイレクトにアプローチしていきます。はい、使うところは手根ですね。ここ手根になります。両手をのここのひらを使います。はい、ではですね、チェック終わりましたといたしまして、ですね、下がってる方は上げるというような意識ですねを持たれると綺麗に左右作れますので、ぜひちょっとそちらも意識してみてください。はい、では早速スタートしますね。こちら頬骨に両手を当てますね。当てまして、上げつつ寄せるという圧をかけていきます。上げつつ寄せるという圧ですねをかけていきます。骨に対してのアプローチは8秒間ですね。8秒間リセットしていきますので、はい、では一緒にぜひスタートしてみてください。はい、では2セット目です。ポイントといたしましては、骨にグッと触ってグッと圧をかけますね。その圧をかけた状態が8秒間続きます。ではお疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。はい、この状態でまた再度ですね、お鏡でぜひチェックしていただきたいんですが、この頬骨の位置ですね、胸骨の位置は、左右揃ったのかということでチェックですね。でこちらがもし例えば下がっている方がまだ下がっているという状態があればですね、また繰り返し繰り返ししてあげると、徐々に徐々に骨格ですねから綺麗に整えることはできますので、ぜひぜひこちらしていただきたいんですけれども、ポイントといたしましては、こちらですね、先ほどもお伝えしたんですが、こちらの手のひらで骨に、触ってから8秒間圧をかけるグーですねっていうのが、ポイントになりますの でこちら骨にかけて8秒間をぜひ気になる方ですね、押してみてください。はい、はい、本日の動画はいかがでしたでしょうか。小顔デザインについて無料限定動画プレゼントしております。下の概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひこちらもご活用ください。お問い合わせが結構多くいただいてるんですが、個人セッションですよね、私のマンツーマンセッションですねを、ご希望される方はですね、公式 LINE ですねに不適なんですが募集をさせていただいておりますので、気になる方ぜひ公式 LINE の方にご登録いただけますと幸いです。はい、動画に対してのご質問やリクエストをですね、コメント欄にいただけますと、私全て今のところ全部返せてますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、では本日は頬骨を骨格からグッと高さを揃える方法をお伝えいたしました。本日もありがとうございます。